では今回は、漢王朝、前漢と言われている時代のお話、いうことになるわけですが、漢の都は長安、現在の陝西省西安市と、いうことになるわけですが、劉邦さんはもともとここが拠点でしたよね。項羽と戦うときに、まずここを拠点として項羽と戦うということになるわけです。で、その時に彼は気がついたわけですね。項羽は、あれですね、北条、現在の徐州ということになるわけです。そういう平野に都を構え、そして山の中に劉邦を追い込むということをやったわけですが、それよりは自分はこの、長安ですね、に立てこもることによって項羽を防ぐことができたわけですから、都はこの山の中、かつての真の都ですね、のあった場所になるわけだ。そこに置いた方がいいというふうに気がつくわけですね。で、劉邦さん、漢公祖、ですね、即位すると。で、支配体制は軍国制ということになります。で、軍国制というのは中央というか、この場合、都付近という意味です。長安周辺が、つまり劉邦さんの支配地域が郡県制、中央集権制になります。それに対して地方ですね、つまりかつての項羽の支配地域ですね、は、封建制になります。で、一族、それから後進ですね、手がある諸侯を、配置していったということになるわけです。これは、あれですね、秦が崩壊するところでお話ししましたけど、劉邦は、項羽を倒したやつに、項羽の支配地域をみんなあげるよと約束しましたよね。だから、その約束通り、手がある秦家たちに、その封建諸侯として、支配地域を定めていったということになってくるわけです。で、こうして、中央集権制、郡県制と封建制を、合わせたような体制ですね、のことを軍国制と言うんですよ、ということになるわけですが、ところで、天下国家を取った支配者にとって、その次の敵は、手柄あった後進たちということになるわけですね。で、そういう後進たちを、劉邦さん、公祖はなんやかんや、言いがかりをつけてというのが、一番いいのは謀反の罪です。で、謀反の罪というのは、これはその心の中で考えるだけでも、それは罪として問うことができるわけですね。で、心の中で考えていることはどうしてわかるんだろうという気がしますけど、お前は謀反を考えてるだろうとか言われてしまうと、もうそれでアウトです。で、こうして次々と、あれですね、後進たちが殺されていくと、いうことになってくるわけですが、ところで、あれですね、この時、関心さんが、あれですね、高く飛ぶ鳥がいなくなると、弓矢はしまわれてしまう。早く走るウサギがいなくなると猟犬は睨られてしまうという彼は言ったわけですね。つまり、自分たちは項羽を倒すためだけに、つまり項羽という早く走る、ウサギだったりとかね、高く飛ぶ鳥、ですけど、そういうものがいなくなってしまったから、もう自分たちは役に立たないから自分たちは殺されていくんだろう、いうことを言うわけですけど、残念ながらちょっと気がつくのは遅かったですね。つまり、ことが問題で、要するに、項羽の支配地域を項羽を倒して人間にみんなあげるよと言ったわけですが、これはいつか取り戻すつもりですからね。ですから、いくらでもあげることができたということになるわけですが、こうして劉邦は、有能な臣下によって項羽を倒して、そして漢の王朝を作ったのに、いざ王朝を作ると、そういう有能な臣下を次々と殺していくということになるわけですが、そういう劉邦の非情な態度を人々あざけて、ちょっと漢文で少し戻りますが、劉氏にあらざれば、出典で書いて王にあらずということになるわけですね。で、これは言ってる意味わかりますよね。封建制で諸侯がいるわけですけど、諸侯の後進たちというのは、あれですね、劉という名字じゃないですね。だからそういう人たちが排除されちゃったから、残ってる諸侯は劉氏の一族になりますから、劉という名字になりますよね。だから劉氏にあらざれば王にあらずと言ったということになるわけですけど、ところでこの、劉氏にあらざれば王にあらずというこのセリフ、どっかで聞いたことがありますよね。そうですよね。確か平家がおごり高ぶった時にさ、兵士は兵士にあらざれば人にあらずと言ったということになるわけですが、
でもこれ変ですよね。あの時代日本中の、皆さんみんなが平さんという名字になったわけではないですよね。あれですね、田中さんだって鈴木さんだって源さんだっていたと思うんですね。あるいは福田さんだっていたと思うんですね。ですからあれはちょっとおかしいということになってくるわけです。あれはパクリだから日本の条件当てはまらないわけですね。それに対して本当はこちら、龍子にあらざれば王にあらずですが、これはもうまさにこの状況を言っていたということになってくるわけですけれど、で、やがて、あれですね、劉邦さんが亡くなっちゃうと、第6代慶帝になりますが、これはそんな時代は下ってません。実際上は、劉邦さんの後は妖帝が相次ぐということになってしまって早く亡くなっちゃうんですね。ですから、そんな時代が下ったわけではないんですが、この6代慶帝の時に、五祖七国の乱、五であるとか祖であるとかいう国の諸侯ですね、劉氏家の諸侯は反乱を起こす、これは分かりますね。要するに孔子の諸侯を排除しちゃった後は、今度は劉氏家の諸侯を排除するということをやったわけですね。で、理由は同じですね。お前は謀反を考えてるだろうとかね、言われたら殺されちゃうということになるわけですから、この劉氏系の諸侯は怒ってる事態は分かりますよね。なんだかんだ言ってもいつか自分たちも殺されちゃうということになるわけです。ですから自分たちが殺される前に決起していくということになるんで、その劉氏系の諸侯五とか祖とかね、7つの国の諸侯だったんで五祖七国の乱というんですよということになるわけですが、これを慶帝が鎮圧するわけです。ですから、それによって、封建諸侯が漢の国からいなくなるわけですね。だからここで初めて全国的な郡県制、つまり中央集権的な支配体制が完成してくるんですよということになるわけです。従いまして6代慶帝の時に漢の支配体制が確立したわけですから、7代武帝が、まさに前漢ですねの最盛期ということになってくるわけです。で、最盛期ですから、中国の場合は周辺に、あれですね、遊牧民族がいますからね、この遊牧民族の対策とは常に問題となってくるわけでありまして、武帝はこの郷土討伐を行うということになります。で、有名な将軍が永世郭挙兵ということになるわけですが、永世は、武帝の奥さん永氏の、あれですね、甥ということになります。で、あれですね、郭挙兵はそのまた甥ということになるわけですが、こういう人たちのことを奥さんの親戚ですから外戚というんですよね。で、こういう外戚をするということになるわけですが、これはですね、ある意味当たり前のことなんですね。というのは、皇帝は自分の一族ですね、ましてや弟やなんかに軍事指揮権を与えません。それじゃなくて軍の指揮権というのは必ず外戚に与えるということをやるわけです。で、それはどうしてかというと、皇帝が一番怖いのはクーデターですよね。ましてや自分の弟なんてまさに自分を殺せば次の皇帝を狙えるということになるわけです。だからそういう連中は武力を持たないようにするわけですね。そして、外戚たちを、あれですね、徴用するということになってくるのが、中国なんかでよくある、三省陸部で官僚体制が唐の時代から出来上がってきますから、それ以降は違いますけどね、それ以前はそういう外戚が、力を持つということになってくるわけですね。で、永世郭挙兵の共同討伐が行われるわけですが、あと、長剣さんを大月氏国に派遣するということになります。で、大月氏というのは、インドの項目のところでお話ししてますけど、中央アジアに逃れていくということをした、郷土に追われて中央アジアに逃れていったわけですね。ですから、この、中国があって、郷土があって、大月氏があるわけですから、この大月氏と中国とが組んで郷土を挟み撃ちにするという作戦を武帝は考えるわけですね。で、そのために長剣さんを派遣するということになるわけですけれど、長剣さんを派遣して、あれですね、長剣さん苦労して大月氏まで行くわけですけれど、残念ながら、大月氏の方は、もう動く気がなかったわけですね。中央アジアに住んで、平和な生活を行ってましたからね、もう、強度を打つという気がなくて、長剣さん非常に苦労したわけですけれど、何の役ということもないけどね、骨折り損の、くさびれ儲けということになるわけですが、で、ただし、長剣さん戻ってくることによって、再起の事情ですね、いろんな事情が分かってくるということになってくるわけですけれど、特にそこで問題となるのが、実はこの次の李光利の大元遠征、大元フェルガナという国ですね、になるわけですが、長剣さんこういうことを言ったんですね。西の方には名馬が多いんだということになるわけです。で、
名馬の中で、これはまあその通りだと思うんですね。西の方、西域に行けば、いわゆる遊牧騎馬民族の、領域ですからね、やっぱりいい馬が多いだろうと、いうことになるわけですけど、で、その中で特に名馬中の名馬を完結馬、血の汗をかく馬がいるんだと、いうことを言うわけです。で、武帝は大いに喜んで、今度は李光耳を派遣して、その完結馬を手に入れようとする、いうことになるわけですが、しかし血の汗をかく馬なんているんでしょうかというのはちょっと疑問なんですが、実はですね、後でご紹介する司馬遷史記を読んでみると、この完結馬は手に入ったことになってるんですよね。ですから完結馬っているのかなというのは不思議なんですが、まあ聞くところによると、なんかカバは血の、赤色の汗をかくという話を聞いたことありますが、まあ馬とカバを間違えたかどうかについては私は分かりません。さて、あとは、朝鮮半島も、これは漢の領域になってくるわけであって、4軍ね、洛老、連、林と元と新番といった4軍、軍権制ですかね、だから軍が置かれる、直接支配体制になるわけですが、まあ中心は洛老軍で、この洛老という言葉を覚えておいてくださればいいでしょう。さて、あとはいろんな文化的なことが固まってくるわけですが、一つは、儒教の漢学化、いわゆる、春秋戦国期に、まあ、いろんな学科が出てくるわけで、あの時代は法学が中心ですが、これから先は儒教ですね、がまさに、最後の王朝秦朝滅びるまで儒教は国家の学問となるということになります。で、あれですね、これは儒教を国家の学問とするといいんだということを言ったのは東中女さんですね、が言って、儒教の漢学家がなるということになります。あとは官僚の採用で、これは地方の長官がですね、毎年2名有能な人間を官僚として採用するということになります。これを教挙離選というんですよ、ということになるわけですが、この場合の有能な人間というのは、これは偏差値が120あるとかね、いうことではなくて、まさに、この東中女の検索にある通り、儒教の知識のある人間ですね。そういう人間を官僚として採用していくということになってくるわけですけれど、中国の場合は、王朝が滅びても王朝を超えていろんな制度が引き継がれていきますからね。その中の官僚採用は、まずその、漢の時代、武帝の時代に、教挙離選が始まったんですよ、ということになります。あとは財政策、になるわけですけれど、これは武帝というのは、まあ、よくあるタイプの、皇帝ですが、最盛期を作るけれど衰退期の原因を作るのも同じ人なんですね。ですから非常にこう強大な権力を持つけれど、それをいろいろやってしまうがために衰退の原因を作ってしまうというのは、まあ、よくある話と、いうことになるわけです。で、ですから武帝は連年の、あれですね、遠征なんかによってちょっと財政難になるわけです。そこでその財政再建が問題になるわけですが、一つがこれ金融平準法です。で、金融平準法というのは中国なんかでは、あれですね、広い中国ではある場所では、豊作、ある場所では、凶作ということも起こりうるわけですね。ですから豊作の場所では、あれですね、政府はそれを買い上げてやって、農民たちの、あれですね、最低価格ですね、を保障する一方、足りないところにはそれを売ってやって、で、人々の生活が困らないようにする一方、政府も利潤を上げていくというのが、金融法になるわけですね。で、平準法ですが、平準法は広い中国、ある場所では豊作、ある場所では凶作ということが、まあ、ないわけではないけれど、ありそうなことは、今年はお天気が良くて、非常に豊作でした。で、むしろそういう意味では穀物価格が下がってしまって農民たちが、まあ、結構苦しんでしまうということがありますね。で、そういう年には政府が買ってあげて、でそれを取っといて、今度はお天気が不順で凶作です、ということは起こりますよね。で、そういう時に売り出してやって、あれですね、人々の生活を保障する一方、政府も利潤を上げていくというやり方が平準法、になるわけですが、まあ、金融平準法として普通はひとまとめに言いますんでね、内容的には
物価の調整策であるというふうに覚えておいてくだされば結構です。あとは、同じようにその財政再建のために塩鉄鮭の専売制を行うということになるわけですが、難関校クラスになるとこの、何が専売制になりましたかということが聞かれることが、あるわけですけれど、塩鉄鮭の専売制というのはこれは非常にいいやり方なんですね。というのはですね、専売制というのは、政府だけがこれを扱うということになりますから、非常に儲かるわけですが、専売制をやるときの欠点って何だか分かりますか？必ずですね、闇市が成立しちゃう、闇相場が出ちゃうというのがそれの問題点になるわけです。だから闇ルートができないようにしなきゃいけないということになるわけですが、その条件に見合うためには産地が限られるというのがまず第一ですよね。で、それでいうと塩というのは、我々日本人は周りが全て海に囲まれてますから、塩ってどこでも取れるような気がしますけど、中国は大陸国家ですからね、だからどこでも塩が取れるわけではない。岩塩といって地表に塩が噴き出している場所があるね、そういうとこから塩が取れるわけです。だから鉄もそう、鉄鉱石から鉄を取ってくるわけですから、産地が限られてますよね。そういう産地が限られているものを専売制とするというのが、いいやり方になるわけですけど、で、酒の専売っていうのは、これはちょっとどこでも産地が限られるというわけではないですけど、いわば贅沢品ですよね。そういうものを専売制としていく、いうことになるわけですが、さて、あと前漢の時代ですね。で、代表的なところでは、司馬遷、という人物がいて、史記という本を書いたということになるわけですが、司馬遷はもともとは武帝のそば近く仕えていた人間ということになるわけですが、ところで、武帝の末期になるともうちょっと やっぱり衰退過程なんですね。で、郷土なんかに押されちゃうということになります。そして衛星各挙兵なんかはもうなくなっちゃってるということになるわけですね。で、武帝の末期に、郷土討伐が行われるわけですが、一人はですね、前に出てきたこの李光李さんですね、が、総大将、になるわけですが、それに対して、副将は李良、という人間になります。で、李良は最初市中部隊を命ずる。市中部隊というのはいわゆる、兵站部ですね、つまり食料の輸送なんかいる広報の、指揮官、になるわけですが、李良はそれを命じられると大いに怒ってですね、前線勤務を望んだと、いうことになるわけです。で、そうすると市中部隊をやっていれば前線には出ないわけですから、命の保証があるわけですけど、前線に出るというのは非常に危険なことですね。ですから、そうした李良の勇気を褒めたたえてですね、武帝は大いに喜んで、さっき言った通り李光李を正将、李良を副将として、武帝末期の郷土討伐が行われるということになるわけですが、ちょっと今回ダメなんですね。で、郷土に負けちゃうということになるわけです。そして、ですね、李光李は戦死し、李良は郷土に囚われるいうことになるわけですね。で、ところで、その、郷土遠征失敗に終わったわけですが、その、郷土遠征の、表情ですね、の、いわゆるその反省会が開かれるということになるわけですが、この時なぜ今回の郷土討伐は失敗したかと、いうことになるわけですが、武帝は挙げて李良を罵ったという話があるんですね。つまり、李良は生きて今郷土に捕らえられているわけですが、これはあれですね、生きて縄目の恥を帯びずというふうな言葉があるわけですね。いわゆる第二次世界大戦中の日本の陸軍なんかでも、生きて旅衆の恥を帯びずというような言い方をして、捕虜になるくらいだったら自決をしなさいと教えていたんですね。で、だから中国なんかでもそうですけれど、生きて縄目の恥を帯びずといって、こういうふうに生きて、郷土にいるやつ、こういうやつがいるから、郷土討伐は失敗したんだと、武帝は言ったと、いうことになるわけですが、そうすると末席に控えていた、司馬遷が、はいと手を挙げてですね、李良をかばったという話なんですね。で、李良はもう一生懸命やったけど、残念ながら失敗に終わっちゃったんだと、だけど、李良は悪くないんだと。で、そしてまた今生きて、郷土にいるけどね、死ねばいいってもんじゃなくて、また生きていればこそね、官に使える機会だってあるんだということを言って、李良をかばったということなんですね。ところで、司馬遷はそうして李良をかばったんですが、司馬遷は別に李良と友達だったわけでも何でもないんですね。ただ単にちょっと武帝の気まぐれが嫌だった、つまり最初李良が、前線勤務をの、望むとですね、李良の勇気を褒めたたえるということをやったのに、一回失敗に終わると今度は李良を、
今度けなして歩くということになるわけですから、ですから、あれですね、そういう武帝の気まぐれが嫌で、司馬遷は、李良をかばっただけなんですが、しかし、この、司馬遷の発言が終わりや否やですね、武帝は大いに勝って司馬遷を捕らえ、死刑に次ぐ重罪刑、求刑に処した。求刑というのはですね、これは世に言う宦官というやつですね、まあ、いわゆる、男性としての権利を失わせる、ということになるわけですが、まあ、司馬遷はこうしてその重罪刑を、課せられるわけですが、しかしその中で司馬遷はその苦難に耐えてですね、その中で名著、史記を書く、ということになるわけですけれど、これはあれですね、古代から、古代、行春ウですねといった名君がいた時代から、カ、イン、シュというふうな時代で、これは残念ながら当たり前ですが漢武帝の時代までです。当たり前ですよ、これから先は書けないということになってくるわけですが、までの歴史を書いたのが、司馬遷式ですね。になるわけですけど、でそこに書きました通り、紀伝体という歴史形式になります。紀伝体というのはいわゆる個人の伝記の集合なんですね。で一番大事なのは本紀編になるわけでありまして、本紀編というのは歴代の皇帝ですね、について扱うということになるわけです。それから、諸家というと諸侯ですね、列伝というと英雄豪傑ですね、そういう人たち、そういうふうな項目に仕立てになって、ですね、人々の歴史を扱う、ということになってくるわけですけれど、ですね、そういうふうな、個人の伝記の集合体、になるわけですが、司馬遷は非常に面白くて、これの分けた理由はそれなりにあって、その個人を書くときにはその人のことをやっぱり悪口を言わないということなんですね。だから例えば、劉邦なら劉邦のことを書いたときにはそう悪くは書かないわけですね。ところが、それ以外の人たちですね、項羽とかさ関心とかいるわけでしょ。今度はその人たちの立場に立って書いてあげますからね。そうするとそこには劉邦批判が入ってくるっていうようなスタイルを取ったのが、司馬遷式になるんだそうですけれど、ところで、あれですね、これは五感のところでちょっとお話しします。五感の時代に感情が書かれることによって、いわゆる生死ですね、というものが、書かれる。中国では歴代王朝が必ず滅びた前の王朝の歴史を書く、ということになってくる、その伝統が始まってくるわけですが、まあその第一巻が司馬遷式になるわけですが、それ以上に、これは、陰の王朝のところでもお話ししましたけどね、実は、陰とか華、とかという王朝は近現代になるまでその存在が知られていなかったわけですが、実はそういうものは存在するということを最初に世の中に書いた本はこの司馬遷式になるわけですから、あれですね、内容的にもそれからその果たした歴史的な役割から言ってもね、まさに中国の歴史学がここから始まったと、言っていいでしょう。では、今回は以上で終わりにしたいと思います。